でも話せるってね、この手僕自由だから、こうやって持って転換するよね、彼ね、いつでも話せるのね、こうやってできるので、彼が予定通りってこういうふうにやってきたら、こういつでも話せる、この手はいつでも話せる手でしょ。でも稽古だからこうやって話さないで持っててくれてるだけなのね。で普通だったらさ、こうやってやってこうやって来た時に話して後ろ取ってポカってやられちゃうんだよね、普通だったらね。それ分かってない、それ分かっててやってるの稽古は。それで取られた時にほらできるように、いつでも話せる点なのこれ。いつでもギューってこれ入ってこようと思ってギューってやってきたらこれ話されちゃう。だから話せないように、稽古した時も話せない、話したらほら持ってんだよねこれね、あのクズなんていうのかな、こうだ、こう退治した瞬間からずっとほらここ自分なんていうのかな、これ話せないように、話したらやばいから、これやばいちゃうから、これ彼だから見せてんだけど、こうやってほらほら話したんだけどね、話した時にはやられてるって形にしたい。こうやってやって話されて、これこうやって話されてポカってやられちゃうんじゃなくて、ほらほらずっとずっと持っていざるを得ない、持っていざるを得なくしたいわけね。持っていざるを得なくしたい、こう持ってんだよね、ずっと持ってんだよね、こうやってこうやって持ってんだよね、持っていないと手離してもいいよ、離したらこうガーッてきちゃうからだからそういう風に結構の時もやった方がいいなと思って、あのもろ手なんかもそうですね、もろ手でこうやってこうやってやったらこれ離されてさ、ボカッてやられちゃうんだよね。だからこの時も両方、もろ手だと難しいのは両方の手を持たせておいた状態、持たなきゃいけない状態に崩しておいて、そしてね、崩しやるっていうのが大事だと思う。だからもろ手の時も転換、もろ手で転換した時もこの手外せるかってだから、もろ手の時もこうやって外せないようにね、した方がいいみたいな。もうね、それでどうしようかな。じゃあそういうことを意識して、はっでも外せる手だっていうことで、ちょっともろ手で転換やってみましょうか。こうやってこういうのね、もろ手外せる手なのこれ、こうやって外せる手なの、やって、こう外せる手なの、もろ手外せる、それで彼こう来て、ほら持っててくれてるのね、これ稽古だから。でこうやって受け身取ってるんだけど、でも外せるのこうやって、ね、だそういうこと分かってないと、これ外せない手にして、外せない手にして、こうやって外されちゃう、言わないように、外されちゃわないように、こうほら何ていうのかな、外されちゃわないようにな稽古をするために、それを意識して外さないように、こう外されないように両手とも持ってる、いや、やむを得ず持ってるって、外されないように、持ってないとやばいから、やられちゃうから外したらね、こういうふうにやった方がいいと思うんですよ。だから、まあ、転換でも何でもいいですけど、耳にこれ外せないように、外せないように、やりましょう。じゃあちょっと普段こうやっちゃって、いつやるときに外れてボカってこうね、来ちゃうのね。でも外す練習やってるから、こう外れて持ってて、これ持ってて、こういってやるの。力になるのね。例えばしたけどね、みんなこうやってそれから外れっこないのに外してんの。そしてこうやってやってんの。外れっこないのにやってんの。こうやってやって外れっこないのこれ。外すってやつよくないって絶対言ったんだけどね。あの。こうやって外してみてくれるの、外してこうやってじゃなくて、こうやって外れる稽古してればこうね、こう重ならなかったら外れっこないの、これ外れないの。でも重なってればいいだろ、持ってても外こうやってこうやって外れた、外れて普通はこうやって来たら外してこうやってちゃうでしょ。
だからこれ嫌だからさ、持ってたらよかったね、そしてこうやって行っちゃったの、そういう感じなんだよね。それでそういう考え方で、こうやって来て外すの、それから行ってするの、こうやって。でもこの手バラバラだから、バラバラになっちゃ嫌だから、こうやって外してまた外すの、持ってるの、こうやって、そして行っちゃうの、こうやって、こうやって、こうやって、そうそう、十字架にできるの。じゃあ十字架作ってみましょう。あね、こうやって外して、こう頭ね、頭、頭で、本当はこれ一挙だから、本当は一挙だから、こう外してきながらこの彼の重心に入っていくんだけど、まあそういうことは細かいことはいいから、こんな感じでしょ、重心絡めてやりましょうか。こうね、こうなってるから外れるから、こういう、この彼のこういう感じで。じゃあちょっと十字から一挙で2つやりましょう。もろ手取りで、もろ手取りで、こうね、この手切られないように、あ、切られないようにって、外されないように、こう外されないようにこう、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 それから今やったのはこっちね、こっち、こう、こう、こう、外されないように、こう、2つできますよね。今と、今の十字絡みと同じ、こう、今やったのは下に下げたの。さっきやったのは、その前にやったのはここさっき来たの、今度は下下げたの、そしてここ、この手はずっと入ってくるから切れたの、あ、持てたの、ここでは持てないのね。こうやってやって、この手切って、この手切って、こう、なんだか分かんなくなっちゃった、何しろ、何しろ、何しろ、こない、何しろ、じゃあ一挙で、もろ手取りで一挙ね、こう、もろ手取りで、この手取れない、あ、ごめん、この手取れない、取られない、こう取る気になってね、受け身の人が取る気になってれば、だってこうできるんだよね、取る気になってれば、いや、できるんだよね、だから取る気になってればできるんだよね。でもそれができないように、退治した時からもうほら、こうやってるの、わかるよね。だから、それが稽古じゃないかなと思うんだよ。だから、これ取られちゃったら終わり、やられちゃうんだから、だからやられないために資格もらって、こうほら、それで、この手、本当は防御するために、この手ね、こう外れてボカってやられちゃうだから、こうやって抜いてさ、ここで、この時点で抜いて、持ってんの、この手。じゃないとやばいからな、こうやって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 だから効かないでしょ、こっちもこっちもで、こうやって足に行ってきて、でこう入ってきた、そういう感じ、こっちも同じ、こうやってこの手、この手血がついてるの、血がついてて、血がついて、血がついてて、こう入ってきた、こうやってこう、そういう感じね。じゃあこっちとこっち、僕はね、こうやって持たれちゃったら終わりなの。持たれちゃったら手離すのも自由だし、なんていうの、蹴るのも自由だし、彼は自由でしょ。で、持たれ、だから、あの強い人だったら持たれてからどうしようかって、持たれてどういう裁きをしたら彼に影響を受け、影響を与えて崩せるかとか、そういうことを考えてるんだけど、持たれたら死んじゃうと思ってるの。だから持たれたら、がっちり持たれたらもう負け、終わり、だそういう考えてるんですよ、いつもね。だから持たれないことを考えてるの。ほら、持たれた時にはやっつけてんの。持たれた時にはギュって力入ったらもうやっつけれるか死んじゃったか、どっちかなの、二つなの。だから持たれないように、持たれる前に、持たれる時にはもうさばいてるの、始まってるので、候補に入ってるの。だから持たれた時にはやられちゃってると思ってるの。だから、みんなそういうふうにやるとは言わない、言いませんけど、強い人もいるからね。でも僕なんか小さいし、力ないし、弱いし、だから持たれたら終わりだと思っていつも稽古してるから、
だから、あの、なんていうのかな、持たせないように、持たせないように、持たせない、力入って、力入っていじられちゃったら終わりなんだから、だから、持たれたら終わりだから、後ろ入ってんのかって、後ろ、資格もらうとか、そう、すごい大事なの。じゃないとやられちゃうから、死んじゃうから。まあ、そういう話ね。だから、持たれたら終わりだと思ってやった方がいいんじゃないかな、ドワーンって、持たれたら終わりだから、ほら。持たれたら終わりだから、持たれないように、持たれないように、これとこね。もう時間だね。じゃあ座ってやろう。座って、持たれたら終わりなの、これ。これ、がっちり持たれたら終わりなの、これ。だから、こうやってこういう時に持たれないの、ほら。持たれないの。持たれないの。持たれてないよね。いつも持たれてないの。持たれてない。持たれないよ、それ。いつも持たれないように、ちょっと考えて、じゃあ、呼吸をやりましょう。